はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。この間、彼女のお金で課金したら、バレて、殺されそうになりました。フライドチキン岩下です。まあ、100ゼロで俺が悪いわな。はい、ということで、今日はですね、僕最近レイドバトルをめちゃくちゃやってるんですけど、それで技マシンの方がですね、まあ、今こんな感じになってるわけですよね。技マシンの丸が6個、技マシンスペシャルが5個、はい、レイド狂いでございます。レイド狂いでございます。で、これをね、もう今日は一気に使っちゃおうかなと思って、まあ残しとくもんでもないしね。今レイドバトルっていうのができて、やっぱ当たりますからね、結構いる技マシンなんで、めちゃくちゃ使っていこうかなと思います。で、まず何に使いたいかというと、こちらフリーザですね。フリーザの今覚えてる技が、こんな感じ、氷の息吹と凍える風なんですけど、このゲージ技がね、氷の息吹ではなく、あ、氷の凍える風じゃなく、吹雪の方がね強いんで、ちょっと吹雪にしたいなと思います。フリーザにスペシャルアタックを覚えさせますか。フリーザの燃える風を忘れます。これさ、何種類かあるんだよね、ゲージ技が。冷凍ビーム、凍える風、吹雪で、吹雪が一番威力が高いと、なっております。で、これ冷凍ビームじゃなくて吹雪来てほしいんだよな。もうこれはガチャなんだよな。冷凍ビーム、おい、ふざけんなよ、マジで最悪だわ。いや、まあこういうこともあるってことなんで、まあ仕方ないよね。これって確定無理だよね。うーわ、これもう一回使うか。だってさ、これ冷凍ビームに変えたけど、これ吹雪になる確率、凍える風になる確率あるってことでしょ。いや、まあ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 、そんなことはさすがにないでしょ。スペシャル、フリーザにスペシャルアタックを覚えさせますか。フリーザは冷凍ビームを忘れます。はい、頼む。凍える風、くそ、おい、ちょっと待って、わざわしいスペシャルあと3回しかないんだけど、ふざけんなよ。ここまで来て弾けるかよ。ここまで来て弾けるかよ。絶対吹雪を覚えさせてやるからな、フリーザーは。練習がきついとはいえ、頼むよ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 、吹雪来た、よし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 。いや、でも3個はきちい、3個はきちいよ。今日は岩ゴローニャ2ですね。これ岩ゴローニャって書いてるんですけど、このゲージ技が地震ということで、で明日から、サンダー追加なんで、この地震をストーンエッジに、変えたいと思います。でもゴローニャがね、もうさっきのフリーザが、凍える風と吹雪と、あと何だったっけ、冷凍ビーム、3つだけなんですよね、ゲージ技が。ただこのゴローニャの場合、ゴローニャの場合はストーンエッジ、ロックブラスト、地震、原子の力ってっていう4つあるんだよね、ゲージ技が。だからさっきより確率が低いとなってます。まあまあまあ、でもまあサンダー相手なんで、岩タイプの、技が欲しいんですけど、まあ地震以外だとロックブラスト、原子の力、ストーンエッジ、全部岩なんですけど、やっぱりその中でもストーンエッジが欲しいですね。地震を忘れてください、頼むよ。ピットがストーンエッジ来た、ナイス、よしよし来た、これマジでナイス、素晴らしい。さすがゴローニャ、数いっただけあるわ。続いてのポケモンはこちら、とっつよファイヤーですね。まあとっても強いファイヤー、なんですけど、こちらあの炎の使徒大文字を覚えてるんですが、この大文字強いんですけど、やっぱりちょっとオーバーヒートを覚えさせたいということで、わざわしいスペシャル、使っていきましょう。とっつよファイヤーは大文字を忘れてください、頼みますよ。素晴らしい、優勝です。
いや嬉しいこれは。はい、ということで、今日もポケモン GO の動画を撮ってきましたが、これからもポケモン GO の動画は、まあ、徐々に、まあ、いろんな動画と交えて、上げていこうと思ってるんで、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それでは。